ウォーカー川はアメリカ合衆国ネバダ州西部を流れる全長約8 0トルの川である。主にカリフォルニア州のシエラネバダ山脈の雪解け水で形成され一部はリノ南東のグレートベースウンで乾燥し最終的にウォーカー湖に流れ込む。この川はネバダ州では貴重な水源であり流れる水の大半は ウォーカー湖へ達する前に考えなどに用いられるが、そのため、ウォーカー川の水量は、近年減少傾向にある。川の名前は、探検家のジョセフ・ウォーカーに由来する。ウォーカー川は、ネバダ州南部の軍来安軍の軍庁所在地、ヤーリントンの南1 4トルで、イーストウォーカー川とウエストウォーカー川が、合流してできる。ウエストウォーカー川は、 カリフォルニア州モノ群のタワー湖を水源とし、海上2933メートルに位置する、スタニスロース国立森林公園の中を流れる。その後、険しい峡谷を通って、アンテロープバレーの流れ出た後、貯水地であるトパーズ湖に転換され、その水は、北西のダグラス群などで利用される。そしてネバダ州のスミスバレーのホーエルキャニオンなどを通り、最終的には、 メイソンバレーのウィルソンキャニオンで、イーストウォーカー川と合流する。また、イーストウォーカー川は、モグンのブリッジポートバレーを水源とし、フーバーウィルダネスに源を発する水が流れ込む。そしてブリッジポートレザーボアを通過した後、ライアン郡の北東部を流れ、トワヤブ国立森林公園の東端に沿って、北に流れたところで、ウェストウォーカー川と合流する。 合流後、ウォーカー川は、最初、メイソンバレーの北を通過して、ヤーリントンを抜け、ライアン郡の中心部に流れる。そして、ワサックレンジの北端のあたりで大きく、南東に曲がり、ウォーカー川インディアン居留地のウェバー貯水池を形成する。そして、シュルツにて、水の大部分が、灌溉などに利用された後、ウォーカー湖に流れ込む。 ウォーカー川は平均で毎秒約461立方フィートの水をウォーカー湖へ放出しており、これは雨季と寒季で差がある。近年ウォーカー川の水量は大規模な灌漑への流用によって毎秒約104立方フィートずつ減少している。その結果、ウォーカー湖の水位は1882年から2010年までの間に約49メートルも減少している。 この間、ウォーカー湖の水量は、当初の80%、水位に至っては50%にまで減少している。イーストウォーカー川、ウェストウォーカー川を含めた、ウォーカー川全体の総流域面積は、約7980平方キロメートルであり、これは、ウォーカー湖まで含めた面積の、約80%である。また、アメリカ地質調査所による調査によれば、以下のようになっている。 ウォーカー川の水は3700メートル高いシエラクエストから供給される。ウォーカー川流域の南の境界線はヨセミテ国立公園の北の境界線を形成している。スイートウォーター山脈はイーストウォーカー川とウェストウォーカー川の間に位置し、パインナット山脈は西ウォーカーの北西に位置する。またデザート山脈は ウォーカー川流域の北端を形成し、ワサックレンジは、ウォーカー湖の東とウォーカー川の間に位置する。ウォーカー川は、ウォーカー湖に到達するために、北に大きく迂回する。ウォーカー川の管外面積は、計53,444ヘクタールであり、これは、ネバダ州が62%、カリフォルニア州が38%である。またそのうち、管外地域の割合は、 以下の通りである。ウォーカー川の水は1939年から1993年までの間に平均で1年あたり3億1800万立方メートルも消費されており、残ったわずか9400万立方メートルばかりの水がウォーカー湖に流れている。ウォーカー川はかつては現在と流路が変わっており、かつてはエイドリアンバレーの北西を通り、 現在の非法人地域はブスカを経由してカーソン川へ流れていたことが示されている。このような事例は20世紀初頭にもいくつか観測されており、この現象の後はウォーカー湖への流水がなくなり、結果ウォーカー湖が枯渇している。ウォーカー湖周辺の土砂は今から約1万3000年前までに少なくともに、 海は土砂崩れが起こり、それが原因で深刻な干ばつが起こった可能性があることを示している。人間がウォーカー川流域に生活し始めたのは、早くても1万千年前だと考えられている。ヨーロッパ人が到着する前は、この川は、パイユート族の領域であった。ウォーカー川にたどり着いた最初のヨーロッパ人は、ハドソン湾会社の漁師であったピーター・オグデンだと、 されており、彼は1828年から1829年の間に記録はないもののハンボルトシンクの南でビーバー狩りをしていたところでハンボルト側も発見したとされている。1833年、探検家のジョセフ・ウォーカーは、ハンボルト側、ハンボルトシンク、カーソンシンクを経由し、シエラ・ネバダ山脈を越えて、 グレートソルト湖へ至るルートを探索するため、陸軍将校のベンジャミン・ボンネービルによって送られた探検隊を隊長として先導し、その際、マーセド川の上流であり、サンワーキン川の下流でもある地点の近くで2つの川を発見した。この探検に同行したジョンシー・フレモントは、近くにあった湖をウォーカー湖と名付け、 その後アメリカ地名委員会が川の一つをウォーカー湖と正式に命名した1997年1月の冬は非常に積雪量が多く気温も暖かかったためウェストウォーカー川は例年にないほど水量が増加したそのため国道395号線の川と接している範囲が流出するという事故が起こったアメリカビーバーは過去に一度 ウォーカー川のメイソンバレー周辺に生息していたことが1906年のジェームズ・マッカーシーによるリノ・ガゼット・ジャーナルの記事によって示されている。その記事では、キット・カーソンの到来以来、ネバダ州はハンターたちの拠点となった。ビーバーたちは肉や毛皮のために乱獲され、今ではアメリカ赤カシカでさえ見ることはできない。と書かれている。しかし現在では、 人工繁殖などの保護政策により、現在では再びビーバーが、ウォーカー川流域に生息するようになっている。ウォーカー川とウォーカー湖には、以前には、アングリンクス・クラルキー・ヘンシャウィーなどの魚が生息していた。しかし、水位の低下による塩分濃度の上昇や、漁業活動などにより、そのほとんどが死滅した。お クラルキー・ヘンシャウィーがウォーカー湖で最後に確認されたのは2009年のことである。残った、オークラルキー・ヘンシャウィーは、イースト・ウォーカー川に生息している。また、ウォーカー川下流の水辺とその周辺の三角州などは、渡り鳥にとって、重要な生息地となっている。ありがとうございます。